こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。今日はアマゾン物販の魅力ということでね。えー、日本人なら、稼ぐ力を身につける必要があると。稼ぐ力を身につけないと、大変なロゴが待っている。年金はもらえない。預金はインフレで役に立たない。会社にはリストラされるかもしれない。これらの問題を解決するのに、まあ、アマゾン室が、問題解決の近道、効果、効果的な方法、 問題解決を飛び越えて、まあ、非常にじ自由な、まあ、暮らしができる可能性があるということでね、ご紹介します。まず日本の今、物価、ねえー、悲惨なことになってます。過去30年ごとの物価の推移、ね、過去60年前、そして30年前、現在、このね、成長の鈍化がすさまじいというのがね、えー、この表なんかに出てます。 まず今から60年前の昭和30年、ね、高卒初任給国家公務員になると5,900円でした。これが30年後の、ね、昭和60年には95,500円、30年で16倍になっています。ところが、その後30年経った昭和90年、平成27年、144,600円と、ねえー、前の30年では16倍になったのに、ね、その後、 直近の30年では1.5倍、10分の1以下の成長率、物価が変わってないと。この間もね、海外ではこういうね、30年で16倍とかそういうペースで物価上がってる、成長してるわけですから、まあ日本が貧しい国に転落したのも頷けます。これ日本ね、貧しい国にすでに転落してるんですけど、まあ、まあ、私たちの年代ですね。 バブルなんかを経験した人で、あまり海外にも行かない、ね、日本のメディアの情報しか取らない人は、まあ、日本が貧しくなった。気づいてない人が結構多いというのがね、海外で暮らしてると、まあ驚くべき事実として、たびたび目にします。あるいは話で、ちょっと認識ずれすぎてるなということを感じることがあります。ちなみに、主な国の最低賃金、オーストラリアが最低賃金一番高いと。 17.29オーストラリアドル約1500円。これどんどん上がってましてね。まあ実質今、都市部ではファーストフードでも2000円弱の時給というのが一般的です。これがまず先進国の中では高い。で、その次フランス、イギリス、ドイツなんかのグループがあって、まあヨーロッパは物価が高いというイメージですけどね。イメージ通りそこそこ高い。アメリカ。アメリカはね、まあ安い。安いけど日本ほどじゃないと。 で、日本と韓国安い。ところがね、韓国は今結構高くなっていて、えー、2019年現在、韓国の最低賃金は全国一日830円と、ねえー、日本より高くなってます。そうすると、主な国、先進国で一番最低賃金の低い国は日本ということが言えます。まあ、都道府県別に見てもね、最低賃金、まあ、非常に低い。まあ、東京、神奈川、ね。 東京、神奈川は高いけど、まあ、他は低いと。さらに、最低賃金だけでなく、今、え、度、ー、この給与。給与の方もね、G7 のうち日本だけ賃下げと。2000年を100として、2016年の賃金水準どうなってるか。えー、この G7 にはオーストラリアとかね、えー、中国というような成長してる国入ってないですけど、もう成熟したと言われてる国でも、まあ、それでもね、えー 経済失敗している、えー、イタリア、ね、崩壊寸前のイタリアは、かろうじて100を超える数字。でも、あとはね、まあ、普通に上がっていると。カナダは、え、20%以上上がってる。フランスも20%近く上がっているというような状況の中、なんと日本だけは唯一、16年前、19年前より賃金水準が下がってると。世界で日本だけ賃下げ。これだけね、えー、賃金は安い。 ね、水準伸びてない、物価も安いという状況だと、もう日本で稼いでいくというのは、かなり難しい選択肢。ね、えー、苦労する合にはなかなか成功しないというね、えー、もうあの、無理ゲーという感じです。そんな中、解決策は、景気のいい国で販売すればいいと。ね、で何も移住しなくても、海外で店舗を出さなくても、今ね、アマゾンという便利なものがありますから、アマゾンを使うだけで、 輸輸出出ビビジジネネススができると輸出ビジネスを始めましょう、まあ、日本が大変なことになるなら、海外で商売をするのが解決策です。海外には景気のいい国がいくつもあります。しかし、海外に店舗を持つとなると、数千万円から億を超えるお金が必要です。でも、アマゾンを使えば、その短期大金を使わずに海外で商売ができます。また、アマゾンの仕組みは、投下資金は少ないのに、ね、利益は出しやすいと。 いうね、誠にありがたいシステムです。アマゾンを使えば輸出ビジネスは簡単、資金いらず。例えば、これ Amazon で販売した場合と、ね、今まで一般的だった eBay という仕組みで販売した場合のね、利益はどうなるかという比較です。まず、ベイブレードを販売した場合、1328円で仕入れて、3倍の45.69ドルで販売した場合ですね。この差額は、えー 2448円。ところが、eBay で販売した場合は、これを送る送料がかかりまして、なんとこの送料がね、えー、こう見ていくと、2000円の送料がかかります。最低2000円なんでね、EMS って。で、2000円の送料を払って、出品手数料を払うと、それだけで2500円と。もう差額2448円をオーバーして赤字になってます。ね。せっかく3倍で売っても eBay だと利益は出せないと。ところが、 amazon が販売して、発送してくれる FBA というサービスを利用した場合には、まずこれね、え、一個一個、ね、え、売れるたびに送るとかいう必要はなくて、え、適当に仕入れたものをドンと送っとけばね、売れた時に amazon が、え、梱包して発送してくれます。クレーム対応も集金も返金とかね、そういうのも全部やってくれます。ですので、この場合まとめて送ればいいんで、例えば、 まあ3 5キロで6,600円の送料で30個送ったとすると、1個あたりの送料は220円。で、ここから販売手数料と出品手数料、出品料を引いても920円。そうすると、差額2,448円。そこからかかる費用920円引くと、1,520円の利益が出ます。eBay を使うと、梱包と発送は自分でやる必要がある。しかし儲からない。eBay では大変なのに儲かりません。 Amazon を使うと梱包や発想は Amazon がやってくれる。Amazon は儲けやすいです。楽して儲けることができるわけです。そんな世界最強のネットショップ a m アマゾン。もうアメリカにおける Amazon の存在感の大きさはもう圧倒的支配的です。消費者の49%がオンラインで商品を買うときに最初に Amazon 内で検索すると。これどういうことかというと、Google とかね、Yahoo とか使わずに 何買おうかなと言った時にもいきなり Amazon で検索するとで。Google を利用するのは36%で。Google 利用した人でもね、まあ、Google で検索すると商品名なんかで検索すると、ほぼ1ページ目に Amazon 出てきますんでね。この Google で検索した人の36%も、かなりの割合 Amazon で買うと。さらに、Amazon はアメリカの書籍販売の45%。電子書籍販売の83%。 オーディオブックに至っては99%を支配しているというね、もう本当に圧倒的に強いネットショップです。そんなアマゾン室、ね、そんなすごいのじゃあオーストラリアは稼げんのかいとやってみようかなとなった時にね、アマゾン室でやることなんですけど、何しろ大変なことはアマゾンがやってくれます。自分でネットショップを作る場合はアマゾンを利用するのと比較にならないぐらい大変なハードルをクリアする必要があります。 まず、ね、自分でネットショップ作るのにネットショップそのもの必要ですよね。今回 Amazon を使った人の場合はネットショップを作る必要はありません。Amazon を使います。自分でネットショップを作る場合は50万円前後の費用がかかります。もっと安く作る方法もありますが50万ぐらいかけてきちんとした見た目のショップを作らないと売れません。自分でネットショップを作る場合は一つのショップを作って売れない場合は作り直し、 あるいは大幅に修正する必要があります。これが毎回50万前後の必要費用がかかります。例えば、売れるまでに20種類のショップを作れば、それだけで1000万円かかります。1000万円の投資というのは、副業で取り組むには現実的な投資金額ではありません。無料で何商品でも販売できる Amazon を使うからこそ、初心者でも副業で始め、副業で、副業でも気軽に始めることができるわけです。 次に、ネットショップを作っただけじゃね、お客さん来ませんので、集客が必要です。ただ、この集客も Amazon 使えば不要です。集客する必要はありません。全部 Amazon がやってくれます。自分のネットショップに集客する場合は、1アクセス、三十円から百円前後の、あ、30円から1000円前後の広告費用がかかります。毎月1万アクセス集めるとすると、毎月30万円から1000万円かかります。 無料で集客する方法もありますが、広告を使うより時間と手間がかかります。そして、無料で集客する方法は正解がないので現実的ではありません。毎月30万円から1000万円の投資というのは、副業で取り組むには現実的な投資金額ではありません。無料で何百万人もの見込み客にアクセスできる Amazon を使うからこそ、初心者でも副業でも気軽に始めることができるわけです。そして、 ショップを作ってね、お客さんに見てもらうだけでは実は売れません。売り込みをする必要があります。この売り込みも Amazon を使えば不要です。売り込みする必要はありません。全部 Amazon がやってくれます。自分のネットショップに集まった見込み客がショップを訪問した初回で購入する可能性は低いです。メールアドレスを登録してもらって購入するまで、適切なタイミングで売り込みをかける必要があります。 副業で取り組む初心者が適切なタイミングで適切な売り込みをかけるスキルを身につけるのは大変です。本音を言うと、せっかくお金をかけて、サイトを作って広告をして見込み客を集めても、ここができなくて売れないという可能性が高いです。アマゾンが無料で適切なタイミングで適切な売り込みをかける。だからこそ初心者でも副業でも売れるわけです。 そして、無事売れたらこんな入金してもらわないといけません。この入金確認も大変な作業です。この入金確認も Amazon を使えば不要です。入金確認する必要はありません。全部 Amazon がやってくれます。毎月何百人もの入金を確認するのは大変な作業です。購入した名前と別名で入金してくる人もいます。また、 クレジット決済の契約を結んで、毎月のクレジット付き会費を払う必要もあります。毎月何百人もの入金を確認するというのは、副業で取り組んでいる副業、初心者には大変すぎる作業です。Amazon を使えば、面倒でミスをすればトラブルに直結する入金確認をする必要もありません。そして、梱包も不要です。梱包する必要はありません。全部 Amazon がやってくれます。 毎月何百個もの商品を梱包するのは大変な作業です。体調が悪い時も、忙しい時も梱包する必要があります。毎月何百個もの商品を梱包するというのは、副業で取り組んでいる初心者には大変すぎる作業です。アマゾンを使えば面倒な梱包をする必要もありません。そして、ね、この配達に関して、副業には eBay より Amazon 質が優れてるわけ。 宅配配達員が勝手にサイン。不在時限界前に荷物と。結局荷物不明になっちゃったというようなね、記事がありました。これね、日本だからわざわざ記事になってますけど、も海外じゃ当たり前の出来事。海外では2つ事故が多いです。例えば、配達員による高価なものだけを狙った抜き取りも多いです。ね、輸出は中に何入れたって書きますからね。高いものが入ってれば、まあそれを抜き取っちゃう配達員もいます。 自分で梱包発送が必要な ebay では、高価なものを売らないと稼げない。そ,れはそうですよね。安いものだと先ほどベイブレードの例で見たように、利益なかなか出ないです。そして梱包発送の手間もありますからね。できるだけ高いものを売りたい。そうすると、まあ、当然高価なものを売るんで、二つ事故も起こりやすい。そして二つ責任は売り主が被ることになります。一方、安い商品。安い商品はね、さすがにね、ちょろまかしても金になんないんで、 え、普通はちゃんと届けます。そんな安い商品を大量に売る。FBA を使った Amazon は2つダメージがほぼない。これ結構ね、高いものを食って届かない、届いたら届かない返金だっていうのはすごいストレスになります。これがないっていのはすごい大きいです。そんなトラブルの多い発想。この発想も不要です。自分で発送する必要はありません。全部 Amazon がやってくれます。 毎月何百個もの商品を発送するのは大変な作業です。雨の日も、風の日も、体調が悪い時も、忙しい時も発送する必要があります。毎月何百個もの商品を発送するというのは、副業で取り組んでいる初心者には大変すぎる作業です。Amazon を使えば、面倒で大変な発送をする必要もありません。それからクレーム処理。ねえー、気が重いですよね、クレーム処理。 このクレーム処理も Amazon 使えばする必要がありません。クレーム処理する必要はありません。全部 Amazon がやってくれます。毎月何百個もの商品を販売していればクレームもあります。クレーム処理は大変で機能重い作業です。順調に売れていてもクレームを受けて嫌になって物販をやめる人もいます。クレーム対応は待ったなし。体調が悪い時も忙しい時も対応する必要があります。 副業で取り組んでいる初心者には大変すぎる作業です。Amazon を使えば面倒で大変なクレーム対応をする必要もありません。そして返品、まこれもクレームと同じようにね、えー、昨日も作業、せっかく売ったもん返品作業をしなきゃいけないのというのがあるんですけど、この返品受け付作業も不要です。返品受付をする必要はありません。全部 Amazon がやってくれます。 毎月何百個もの商品を販売していれば返品もあります。せっかく販売した商品の返品処理は気の重い作業です。Amazon を使えば気の重い返品処理をする必要もありません。あなたがやることは買い物した商品を Amazon に送るだけ。そして1日10分メールをチェックするだけです。そんなね、いいことをつくめの Amazon 室。この Amazon 室でいくら稼げるのか。 テンバーアカデミーでサポートを受けると、アマゾン室でいくら稼げるのか。初心者が物販をするなら、オーストラリアアマゾン室が一応なわけ。あぶく銭を持ったオーストラリア人に安く買った商品を高く売れば儲かる。シンプルで結果が出るのが早いのがアマゾン室の特徴です。テンバーアカデミーのサポート会員の成果報告です。正しいタイミングで、正しい方法を実践すれば効率よく稼ぐことができます。 これは去年の年末に出してもらったアメリカアマゾンの売上報告。30日間で34,454ドル。年商4,600万円です。3割利益になってますんで、約120万弱の利益。12月は結構売れるんでね。他の毎月120万弱というわけではないんですけど、まあ、出っ込み、減込みあっても大体年間で1000万ぐらい儲かってると。 そうすると、この会員さん、アマゾン室始めたのが2014年なんで、まあ今まで,でね、もうすでに4000万以上稼いでます。わずか55万円のサポート費用が72倍以上になって、今の増殖中と、ね。これはじめにサポート受ける時にかかった費用ですけど、早めに始めて、非常に儲かってると。で、これこの後ね、他の会員さんの売り上げ、 の実績に続くんですけど、これ単純にね、早く始まった人ほど儲かってるっていう傾向になってました。えー、アマゾンは早く始めた方が有利な仕組みになってます。後から始めると、えー、苦労してもなかなか稼げない。今からね、アメリカアマゾンとか日本アマゾンに参入しても、大変なことをクリアしないと稼げません。オーストラリアアマゾンはこれからどんどん成長してきますんで、ただ単に参加して続けてるだけでどんどん稼げが増えてきます。 ま、アメリカアマゾンのね、売り上げ報告に戻ると、まあ、30日間で22,157ドル。30日間で14,167ドル。30日間で1539ドル。30日間で6,828ドルというようなね、もう全然あの、副業とは言えないような、副業でやってる方もいますし、副業を辞めて本業にした方もいますけど、えー、そういう金額が自分一人でマイペースでやって稼げます。まあ、それもこれも、ね、アメリカアマゾン。 面白そうだな、ということでね、私のサポートを受けて始めたことによって声だけの稼ぎを得ることができています。初心者でも稼げる。副業。アマゾン輸出。わずか数十万円の投資と数ヶ月の実践で、ここまで育つビジネスは他にありません。アマゾン輸出は早く始めた方が楽に稼げる仕組み。稼ぎやすい時期に始めて、一度商品探しのコツを覚えて販売実績を積む。 こうすると、後から参入した出品者より高く販売しても売れるアカウントになります。そして、オーストラリアアマゾン。ね、いよいよ、いい感じになってきました。これ、会員さんにね、最近アマゾンなんか変化ありましたかと。ここ1ヶ月ぐらいずっと塩漬けになっていた商品が立て続けに売れてます。というね、報告をいただきました。また、早々とね、えー、まだ、オーストラリアアマゾン、 ちっちゃな市場なんでね、これから成長していくんですけど、まあ、すごいね、えー、焦って参入して、えー、思ったより売れないなと言ってね、えー、やめてってる人もいます。私のサポートを受けずにやってる人なんかだと、まあ、e a y とかアメリカマゾンに比べるとあんま売れないなということでね、これから成長すると、システムもまだ不十分だということが理解できずやめていく方もいます。だからね、単純にもう、立ってるだけ。 もう上りエスカレーターですからね、続けてるだけ、立って、立ってるだけ、すんごいスキルアップとかしなくても、まあ、ただ単に続けてるだけで、えー、先ほど見たアメリカマゾンの例、年間1000万以上というようなね、えー、金額が稼げるようになる可能性は非常に高いです。というか、稼げるに決まってるというふうに考えてるんですけどね。まあまりね、えー、強い言い方してもなんなんで、まあ何しろね、えー、投資したサポート費用が回収できないということはね、え、ちょっと考えにくい、ありえないだろうなというぐらいね、今チャンスです。 そして、オーストラリアアマゾンはそれだけのね、チャンス。上りエスカレーター、ね、え指、ー、導中、指導開始したとこかなという感じなんですけど、まあ、すでに、アマゾンを使ってね、えー、オーストラリア以外の、もう成熟してる、あるいはね、成長してるアメリカアマゾン、ね。これ、アマゾンを使って商品を販売してる人の中に、中で、10万人以上が年間1200万以上売り上げてると。こんなサイト他にないです。 eBay はね、企業で取り組んでる人が多いんで、実は。一部の人はすぐ売り上げてますけど、後の人はね、ほとんど売り上げてないとか、もうあの嫌になっちゃってやめて、たまに不要品をね、売るとか、買い物するだけっていうユーザーですけど、Amazon の場合は、もう副業で取り組んだ人でも、FBA という仕組みのおかげで、続けてさえいれば、月100万ぐらいは売り上げられるというようなね、プラットフォームになってます。だからこそ、Amazon は世界最強のネットショップになって、 株式総格も世界一になってます。そんなアマゾンの中で今一押しはオーストラリア。実はオーストラリアは世界一金持ちが多い国になってます。スイスを抜いて世界一豊かな国になりました。オーストラリアは日本とは正反対の成長国です。先進国の中で一番人口が増えています。過去27年間不景気知らずです。 オーストラリア市場にはライバルがいません。弱い相手しかいない場所で戦うのが、戦いに勝つ最も有効な方法です。弱い相手がしかいないと。じゃあ市場がちっちゃいんじゃないのという感じなんですけど、これはとんでもない誤解です。ボクシングデーの売上高が1日で25億ドルと。ボクシングデー、クリスマスの翌日、クリスマスの翌日の売上がなんと1日で2000億円です。 ホリデーシーズン中、約1ヶ月間の売り上げは、1兆5 0億円。そして、今、ね、ノブりエスカレーターに乗ったようなもんです、というね、オーストラリアアマゾン。まだまだちっちゃい市場でね、日本の何分の1、そういう規模ですけど、3年後のオーストラリアアマゾンの売り上げ予想は、7兆8 0億円。これはオーストラリアの経済研究所が発表してます。アマゾンはオーストラリアで、7番目の小売業者になるだろうと。その時の売り上げ予想は、7兆8 0億円。 これは日本アマゾンの売り上げの7倍の規模です。何しろ、浪費家がたくさんいるオーストラリアアマゾン室は稼げます。しかも、マイペースで一人で稼げます。先ほど見ていただいたね、3万4千ドルというような売り上げ、2万何,何千ドル売り上げ、これ全部ね、人使ってません。自分一人でやってます。日本に住んでいるなら、アマゾン室で稼がないともったいないです。 財布の紐がガチガチに硬い日本は販売場所としては最悪です。しかし仕入れ場所としては最高の場所です。アマゾンがオーストラリアに上陸しました。日本に住んでいるあなたはオーストラリアアマゾン副業で今の本業より稼ぐことができます。